ルイージが気持ちよさそうに眠っていますね。このゲームではルイージが大活躍すると聞いていたのですが、眠っているとは一体どういうことなのでしょうか。ちょっといたずらしてみましょうか。これまでのシリーズ作に登場したキャラクターも映っていましたので、すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今ご覧いただいたのは現在 Nintendo 3DS 用ソフトとして開発を進めているマリオ&ルイージ RPG シリーズの最新作です。今作はルイージの夢の中が舞台となっていて、そこでは先ほどご覧いただいたように眠っているルイージの顔をいじってさまざまな仕掛けを解いたり、バトル中におびただしい数のルイージたちが登場して敵をまとめて攻撃したりするなど、夢であることをいいことにルイージがこれまで以上にダイナミックに活躍します。すでに開発は大詰めを迎えており、正式タイトルはマリオ&ルイージ RPG4 ドリームアドベンチャーに決定しました。もちろんこれまでのシリーズ同様、お兄さんの方もしっかり活躍する予定ですので、その点はご安心ください。マリオ&ルイージ RPG4 ドリームアドベンチャーは2013年夏発売予定です。